こちらは掃き出し窓下の土台部分です。土台から根太受けを取り外します。シロアリの被害がどれだけあるかヒヤヒヤでしたが、もう慣れました。無傷ではありませんが、土台はなんとか生きているようです。今回私たちは外壁は一切触りません。こちらの勝手口ドアを残しながら、内側の壁と丈夫な床を作ります。そのためにこのドア部分に土台を入れる必要があります。枠材とドアを固定している半柱が腐朽しています。マルチツールでガイドラインを入れて、レシプロ層でつかないように気をつけながら枠材をカットします。立ち上がっている塩ビ管は外の水道用です。今回は中の洗濯水栓としても兼用するのですが、やらかしました。穴開いちゃった。外した時にたまたま、釘がポンと穴開いた。バール外したらこの釘がブスって刺さった。あー、テコでショックや。すごいショック今。いらんこれ。水道メーターを止めて工事再開です。既存土台の上半分だけ落とし、ここに新しい土台をかけるようにします。うわ、首打っちゃった。こちら側は柱を15ミリだけ切り欠き、新しい土台を基礎に乗せます。ドア下に入る土台を加工します。勝手口ドアを残すので土台を少し複雑な形にします。施主様支給の防擬剤です。爆死しそうだね、これ飲んだらね。今回は内装を解体後に施主様が防擬剤を塗ってくださいました。ここから新たに工事する部分は私たちが引き継ぎます。この防擬剤を土台や柱などに塗布した後、しばらく家が締め切られていたので、床が張り終わるまでの期間、薬剤の匂いとの戦いでした。しばらくクラクラしていました。それにしても持ち方が完全にお酒です。勝手口半分ぐらいの位置からユニットバスが入ります。
しく入れるお風呂と干渉してしまうので、このような少し複雑な仕事になってしまいました。土台がつながりました。ビス止めすることをなぜビスを揉むというのか調べてみました。霧で穴を開けるときの手を揉むようにして霧を回す揉み霧から来ているそうです。建築の世界の言葉は独特な言い回しが多いですね。丸の子を入れている柱を中心に、右側は浴室、左側は脱衣場になります。先ほど入れた土台とこの土台の間に大引きを取り付けるための加工をしています。次は、サッシ下に入れる根太受けの加工です。最近、飲み巻きを新調しました。買ったそばからコーヒーをこぼしてわーわー言ってましたが、諦めてそのままコーヒーで染めたそうです。直してばかりで作業が前に進んでいる気がしません。代わりに清水さんが仕事をどんどん進めてくれています。こちらの土台もシロアリの被害が結構ありました。これを交換するとなると、外壁やサッシが一緒についてきます。土台はそのままで補強を兼ねた根太受けを取り付けていきます。勝手口までまたがせて1本で通し、サッシや外壁、床の強度を上げます。こちらのエリアだけ大引きの向きが違うのは、この一連の補強のためです。大工さんは空間認識能力が長けている人が向いているんじゃないかとつくづく思います。そして誰かの指示に従うというよりは、自ら考え行動する力が皆さん強いように思います。家事は自分で取る、そんな船長気質の人が多い気がします。目指すは完全水平な家です。1ミリも妥協しません。
レーザーの下線で止めるように言われました。最後の調整はカズさんに任せます。作業中たまに関係ない話もしています。ゴルフって襟ついてないとダメなんです。基本大工は一人作業が多く孤独です。カズさんは作業中独り言が多いのですが、清水さんはもっと多いです。一人三役ぐらいの時もあります。でも二人とも切り替えは早いです。清水さんがもうすぐそこまで来ました。ベテラン大工の手を止めるわけにはいきません。急がなければ。サッシと勝手口下の補強の仕事が終わりました。ですがまだサッシ下の隙間埋め、脱衣場の大引き、構成塚のレベル調整があります。急げ村田和。マジで閉じ込めました。くぐらない。ええわよ、抜く閉じ込めた。さすがベテラン大工の清水さん、空気を読んでカゴを閉じ込めてくれました。救出新喜劇の間に工事を進めます。最近は DIY で丸ノコを使う方も増えてきていると思います。私自身はこの仕事をしていなかったら丸ノコを使うことは一生なかったと思います。付きっきりで指導してもらえたので使えるようになりましたが、独学でやろうとは思いません。丸ノコについて今度カズさんからいろいろ発信してもらおうと思っています。40V 165mm の充電丸ノコはバランスが悪く縦切りは難しいようです。ヒノキの胴縁を丸ノコで引き割ります。サッシ下の隙間を埋めるための部材です。
幅を落としました。次は高さを落とします。今回は玄関を基準に床レベルを上げたので、このアングルに床材を差し込むことはできません。サッシ枠のガタつきや浮き上がりを止めるために、アングル下に下地を入れる必要があります。工事の一番最後に床の小口を隠す L 型見切りを差し込むため、はみ出ないように1ミリ奥に入れます。すべての収まりとイメージは最初の時点で9割方決まっています。しかし残りの1割は始まってみないと分かりません。だからリノベーションは面白い。困難は意外なところに潜んでいる。次は何と向き合うことになるのか。インスタグラム、ツイッターやってます。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。